始まりました日常のラジオ東雲研究所編。東雲研究所にゆっこが、そうなんだ、あのゆっこが、東雲研究所編です。博士役のこんな色見て忘れているので言います。せーの、生ザメ。よろしくお願いします。忘れても、何もあれじゃないですか。だいたいいつもタイトルタイトルの後ですね、の後に入れるパターンが多いけど、はいはいはい、なんか文句あるな。まあ言わせていただいて可能であればありますけれどもいくらでも言えますけれども、ダメ、はい、ダメなんだ。やっぱダメです。ダメです。そっか、じゃあしょうがない。それ以上言われちゃうとちょっとしょぼんです。じゃあやめとく。はい、まあまあそんな感じで、ね、もうテンション落ちちゃった。お、待て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 、今始まったばっかです。早えよ。ダメダメ、ね、まだ始まってまだあの1分2分になってないのよ。そうか、うん、ダメダメ。もっとテンション上げてやって。じゃああと5秒くらい頑張る。5秒、5、4、3、2、1、0、バーンみたいな。え、何それ、世界の、あの、鍋屋的なダーみたいなことなの、それは。いいよ。あ、それ気に入ってましたもんね、さっき。いいよ。それやりたかったんで。ではですね、早速ガンガン読んでいきたいなと思いますが。ガンガン。ガンガン。ガンガンね、さんからいただきました。ガン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 。開拓ってこと？それは。違う、ガンガン読んできますって言ったから。ちょ、だからガンガン読んでみます。じゃあ、俺が読んでる間ずっと後ろでガンガン言ってろよ。だよ。わかったか？やだ。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。ガン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 、もしもやってこのラジオちゃんとやってくださいよ。一発だけやりたいです。あ、なるほどね。今度もそうだけどこれやって。あ、今度さん、今度さんのお名前のところ、今度さんの今っていう字がですね、今じゃなくて近いっていう字になってるんですよね。この間違い初めてなんですけど、うん、近野です。近野ってはい、今野です。僕はどうしたら。私もわかんないです。なんでこの近いって書いてあるコンノをどうやって表現しようかなと思って。あ、近い感じ出せばいいのか。近い感じ。コンノです。あ、近いって何その、おすぎですみたいな、ピークですみたいな感じになってる感じ。なんか近い感じ。あ、なるほどね、はい、今ですよ、まあ、私今です。今ですね、皆さんお間違いのないように、ね、はい、でも今のじゃないです。コンノです。コンノです。はい、聞いてみたいよね。誰がまとめ役なのか。いや、それは今日はなんないですね。まあまとめに入るのはまあまあ本田なのか、あの古谷なのかみたいな。この3人だったら私な気がします。古谷さん、はい、古谷さんと、はい、あの今野さんと、はい、本田でラジオやったらどうなるんでしょうかねって言われておる。え、どうなるんでしょうかね。あれ、長女。いや、私多分お姉さんになれると思う。ここだったら自信ある。ほんと、うん、あるある。あ、じゃあ、あの、ほんだ、このラジオでもやってくれていいんだよ。そう、いいです。なんでなんでこのラジオでやんないの。いいんだよ。俺、好き放題ボケるから。いや、だからその人には、その人のやつ。マリコやって、やって、ほらはい、じゃあ回して。はい、じゃあ。嘘、じゃあそんな感じで、じゃあ本田さんがどんな回す感じになるのか、古谷の意見聞くよ。だったら知らないやっていきたいなと思います。ちょ、黙って。僕は今日はあの普通に、じゃあ白石くんは、うん、シーポンになればいいんだよ。あ、なるほどね。同じ C つながりで。どういうこと。隣 C つながり。どえ、でも古谷美容師と名前やぜ。古谷できるんですかね。ちょっとクロストークすぎて分かんなくなってるから、もうあの本田さん、じゃあちょっと進めて、そのお姉さん、お姉さんな感じ出して。お姉さんな感じ。さっきのメールはそれでいいんですか。それでいいですから。白石くんはあの静香ちゃんみたいな。何、ちょっと静香ちゃんになる。アホの子みたいな感じになればいい。言われておるよ。嘘嘘。さんが言われておるよ。はい、冗談。はい、三人で番組をやってる感じで。はい、ずすす。はい、ラジオネームにゃんと言うとでも思ったかさんからいただきました。にゃんにゃん。古谷ですかそれ。古谷ですか。本田さん、今野さん、生ザメ。生ザメ。白石さん、いろいろ大変そうですね。自分は高校時代に体育の授業で左足首の靭帯を伸ばしてしまい、痛い。まあ1ヶ月くらい松葉杖生活でした。あ、かわいそうに。その際送り迎えなので親に大変迷惑をかけてしまいました。お三方も括弧特に今野さんとかすごく迷惑かけたなって話はありますか。今野さんお家の中では超いい子。本田さんもいろいろありそうですけどね。まあ年長者の今野さんがダントツでこの話題にはこと書かなそう。そうです。姉さん、姉さん、あのね、みんなね、あのね、うちのママから口止めされてんだけど、はい、あのうちのママ割と天然なの。
まあ噂にはよく聞きますけど、河野さんに輪をかけて天然という。輪をかけて、私あのそれを見て育ったので、うん、あの自分が天然だったらとても思えないんです。おう、なんかね、はい、割とちゃんと普通にお母さんなんだけど、うん、ちょいちょいなんかぶっ飛んだ発言というか、うん、ぶっ飛んだ行動とかを、うん、いやあの、はい、するわけです。はい、でちょいちょい私が突っ込むっていうことなので。はい、私しっかりしてる。あの二人で買い物をしていたら、あのさ、アルマーニの看板を見て、うんうんうん、ママが言ったのが、うんうん、ね、見て見て、アニマールって言ったの。マール。ああ、アニマールね。ま、読めなくはないと思って。ああ、それだけ冷静なの。なるほど。うん、はい。好きなユーマは。天狗、好きなユーマは、人魚。好きなユーマはチュパカブラ。ちょっとマジなのよ。はい、というわけで今日はね、何ですか、好きなユーマ別に何かいいじゃないですか。ちょっとそもそもさ、さっきね、はい、向こうで、うん、あの最近発見された UFO が、はいはいはい、うんうん、うん、風に某某某首都にね、首都に似ているという某首都に、なんで首都って言っちゃったんだろう、東京都に似ているって話を、私が大興奮して皆さんに動画見せたんですけど、まあまあなリアクションをいただきました、うん、そうで、なんかね、ユーマとか好き、いいの言って大丈夫、全然大丈夫ですよ。ユーマとか UFO とかガッシーが好きだって言うから、あ、私も好きだよ、ムーとか読んでたよって話から、うんうんうん、から好きな、今日は今日は好きなユーマにしましょうってなって、はい、そしたら、まあ、シーポンが置いてて終わりみたいな完全に、え、何ですか、はい、ユーマって、わかんないから、いろいろ雪女はとか、でも何がの、うん、どうなのとか、あるんですね、検索したんですよね、さっき検索してたら、うん、もう完全に馬が出てくるっていう、馬かユマサーマン、ユマサーマンが出てくるっていう、あれムカつくんですよ、なんかあの、うん、検索サイトで調べたやつで、うん、あのもしかしてって出てくるじゃないですか、あ、そう、出るよね、なんとかじゃありませんか、またまた間違っちゃってみたいな、間違ってないしみたいな、ユーマ調べたんだけど、馬じゃないよ、馬じゃないよ、こっちなんじゃないのって、すごい馬の種類たくさん出てくる、馬も好きだけどさっていう、馬もいいけどさ、チャラチャラオさんからいただきました、ありがとうございます、チュース、先輩チュース、先輩チュース、皆さんどうもです、チャラちゃんもトガシちゃんもフリアちゃんも今日はみんなかわいいね、みんなどんな男が好きなのかな、ただいま彼女募集中、ドゥエース、そこよろぴくそれだけ、ええ何よこのメール、そんだっけ、これだけだよ、しかもさ、住所も何もない、アドレスもそこがチャラいのに、もうね、お気に入りですよ、これお気に入り、で、なんだっけ、どんな男が好きなのかな、あ、全然内容入ってこなかった、今のトガシさんすごすぎて全然入ってこなかった、自分もドゥエース言ってんのにかぶせてくるっていう、もう喋って聞いてない、オズオズ、あ、じゃあ今乗ってあげようかと思ったね、ジョ、うんうん、基本的に人の話聞かない感じの、それがチャラを、それがチャラを話しかけてくる一方っていう、最近あったことなのですが、うん、僕が布団に入って日常のラジオを聞いていたら、うん、お母さんがいきなり僕の顔付近をティッシュの箱で思いっきり叩いてきました。僕はびっくりして、怒り口調で事情を聞くと、事情を聞くと、なぜだあんた、ゴキブリと一緒に寝てたよ、と言われました。僕の顔の近くにゴキブリがいたようです、このゴキブリには友達がいないようです、うん、本田塾に入れてやって例のゴキブリと友達にしてやってください、あ、でもクライマと高いゴキブリが入りましたよね、この間、あ、そう、高いの、でも雲がいるね、そうです、高い、でも雲にもその食べられないゴキブリが入ったから、うん、え、じゃあ今ゴキブリ何匹いんの、食べられないゴキブリなんていないよ、前あの入ってきたのがその足なんだかグモにやられてしまったので、やられた、でその後にそのクモでも食べれないすごいゴキブリがいますっていうのがいて、4万円ぐらいの、ああ、4、5万する
お高いやつが。G が入ってきましたね。このゴキブリ、友達が欲しいんだって。あー。ただ上から目線だよね。そうですね。お高いから。そうですね。友達必要ないでって。でも多分、もしかしたら、もしかしたら、こう、心を開いてくれたら、その、そうだよね。王の方が、心を拾ってくれたら、食べられなくて済むかもしれない。だから。でもせっかくなんでなかなかない機会ですよね。ない、いらない機会です。ね、なんかひ、うん、ね、人と一緒に寝ちゃうぐらいね。そうですね、寂しい。なんか人懐っこい感じですね。うんうん、かわいい。なんでそこそこ正当な、うん、話し合いになってんの？いいかもしれないですね。うん、こんなゴキブリは、本田塾、入塾、開学、おめでとう、おめでとう、開学、王と仲良くしてあげてください。大、うんね、学脱退仲良くして ね, ね。その王の知らない世界を。うんうん、じゃあ次行きます。はい。ありがとうのコーナーです。このコーナーは、どん底になった時にこそ、前を向こうのコーナーです。はい。始まりました。日常のラジオ。時定め高校編。あ、間違えた。しのなめ、研究所、やり直していいですか？ダメですよ。やり直して。このやりづらい感じで続けてください、もう。しののめ研究所にゆっこが来たって。そう。あのゆ、え、魚の、ちっげーし、生ハゲ。あ、何言ってんの？あー、お前は本当に、ばっばっばっかだなぁ。博士役の今野ひろみです。それが大変名なんです。あよゆく役の本田真理子です。バディ役白石みのるです。なんで元い、坂本さん役白石みのるです。はい、以上この3人でお送りしていきたいと思います。もう真理ちゃんごめんなさい。すごいな。すごい、まさかの、もうじゃまさかだよ。打ち合わせしててじしなみ研究所編って言った後にこう言うかなって言って、すごいなんか言って立ててたのに、もうなんか入りづらい。すごいね。あれだろう、でもちょっと計算だったんだろう。違う。あれだろう、こう言った方がちょっと面白いからみたいな。そっかほら、半分計算でやってっからね。の方が面白いかなって思ったんでやりました。いやもうなんかさすがです。ありがとうございます。さすがです。今日はマリちゃんから始まりました、ね、一発目から今日 ね、じゃ持って帰っちゃったよ、ね、今日って帰っちゃった。コンノさんに、うん、ここはマリちゃんに任せるって言ってくれたんですよ。嬉しくって嬉しくって。それをこう、あ、もう台本が見えてない。それ諦めたね。完全な裏切り行為だよね。違う。ね、まあ、ラジオ始まった瞬間からですね、なんて言うんでしょうね、なんか、公開裁判みたいになってますけれども。処刑されてる。でもなんか、ゆっこらしいよね。そうね。そうね。う完全に。はい、うん、褒めて、褒めてないから。フォローしてるだけだから、あの人。そうそう、なんか久しぶりにほら、博士じゃなくて、なんか某、某小さい、なんかこう、悪魔のような。懐かしいね。懐かしいね。はいはいはい、なんかね、あれ、あれがちょっと出てきた気分があった。なるほどね。はい、なんか、いやいやいや、あれになった。そうそう、久しぶりに。まあまあ、まあ、計算ですから。普通歌のコーナーに行ってみたいな。普通歌！普通歌！普通歌！はい、こちらですね。ここで質問です、はい。はい。皆さんはゲームセンターに行ったらどのゲームで遊びますか？次の3つのうちから選んでください。1、シューティングゲーム。2、リズムゲーム。3、UFO キャッチャー。PS、本田さんが大好きです。アニメのゆっこ、とっても可愛いです。ということで。ありがとう。UFO キャッチャー、UFO キャッチャー。まあまあ、しののめ研究所って言わない裏切り者ですけれども。UFO キャッチャーやりますよ。UFO キャッチャー。はい、なるほどね。お前、それさ。先に言っちゃったらダメじゃん。1、2、3だっつってんのに、お前先に。あ、おい。おい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 。今日マリちゃん。どうしたの今日。完全にお前、今段取り忘れてたろ。UFO キャッチャーやらないですよ。もうやる意味がないよ。もう今日本田さん罰ゲームかな。せーのでやりましょうか。じゃあ皆さんで、ね、いやもう罰でもある意味罠かもしんないよ。で UFO キャッチャーって言って UFO キャッチャーって言わないかもしれないし。あ、なるほどね。言うかもしんないし。そう、言うかもしんないし。じゃあ一応やってみましょうかね。そうですね、はい、やってみようか、まあ、はい。じゃあ 1,2,3、で行ってみたいと思います、はい、1,2,3 でいきますよ、はい、1番がシューティングゲーム、2番リズムゲーム、3 UFO キャッチャー。これ、うん、番号で言うの。番号で、番号で、はい、いきますよ。せーの、1、
え、3! ね、今日ダメだな。番号でって言ったじゃん。今日ダメなんです。ダメだね。ダメなんです。今日ダメな感じだね。でも私たちあったもん。ああ。まあ罰ゲームはなしだって話でしたから。え、あ、よし。え、それを聞いてないし。いや。やりませんよ。え、だって白石さんですしね。今日のお前はそんなことが言えるのかね。すいません。あ、でも私、なんか、合ってた。本当はリズムゲームが良かったんだけど、うん、絶対、マリちゃん UFO キャッチャーって素直にもう一回言ってくれるかなって。おい、姑息なことをするな。UFO キャッチャー。何のためのあれ合わせなんだこれ。え、よいって、気を合わせましょうゲームでしょ。そうですね。気を合わせるゲームだから。今回に限っては、本田マリコの心を読みましょうゲーム。読みましょうも何も、あの、バレてますから。あの、もう出てますから、気持ちが。きっと素直にもう一回、あの、UFO キャッチャーって言うなと思ったから。うん。そう。番号すら言わなかったからね、UFO キャッチャーって言ったからね。いや、なんかよっぽど好きなんだ。え、すぐ取れんの？取れないんです。本日のお題は、シーポンが発案した、冬に欠かせないファッショングッズです。はい。はい。ファッショングッズって久しぶりに聞きました。確かに。スラナパギが。あ、そうだ！ファイス言ってた。スラナパギしかいませんのって言ってた。それだけさ、台が長いんだよ。なんか回路はすごい長くなっていくという。台本にね、書いてあるんですけどね。はい、そうなんですよ。はい。というわけで、冬に欠かせないファッショングッズは、うん、いつも首に巻いてる、もこもこした。もこもこしたやつ。茶色い毛の、バンビ柄の。かわいいですよね、あれ。はい。です。はい。そして、冬欠かせないファッショングッズは、マフラーなんですけど、うん、寝るときは腹巻き？腹巻きね。腹巻きいいですよね、うんうん。冬に欠かせないファッショングッズは、着ぐるみ。シフォン、マフラーしてるの見たことないんだけど。あれ、うん、ちょっと思いました。まだ。これから。まだ始まってない。はい。12月、もうちょっとかな。もうちょっと下の方行ったら、マフラーが登場する。します。はい。そうだよね。まだ早い。まだちょっと、あの、雪国っ子は、あ、そうか、そうか、そうか。早いですかね。まだ頑張れる。1、2がもう山ですから。うん、うん、うん。1、2が山。1、2が巣が。今回でも遅いですよね、割と寒く。ねえ、暖かかったもんね。そう、暖かかったですよね。やっぱりこっちでも。平年よりは暖かかったですか？うん、暖かかったね。うん。配信12月です。はい。12月。11月とかも暖かかったです。11月？今私なんて言った。着ぐるみは今どれぐらい持ってんのがし？着ぐるみ今5着。5着？持ってますね。え、5着も？うちに置いてるのが5着で。うん。その前住んでた家にはもうちょっとありました。うわー。いやー、もうええじゃないですか。え、そういうのってブログとかにあげてんの？何回か。いや、でもそんなにあげてないですね。そうなの？何回か見た。何回か見た？でもなんか、読者の方から。私も何回か見たな。見た？何回か見ました。何回かじゃあげてます。いいですね。パジャマパーティーみたいな。あ、鍋やりたいですね。鍋ね。やる。やりますか？やりますか？やろうよ。やる？やる？やりたい。トカチが全員分持ってこなきゃね。でも、ちょうど1、2、3、4。重いじゃん。各自で。各自持っていい。どれがいいですか？選んで。いただきます。なんか、お手洗い行きにくそうで、家ではあんまり着たくないの。お手洗い行きづらい。行きづらいんだ、やっぱり。でも、あの下は何着てるんですか？パンツと？だってあの下はすっぽんぽんなの。えぇ、おパーティーぐらいは入ってますよね。おパーティーやばい。いつの時代の人だよ。じゃあ別に上品な言葉でもなんでもないからね。おつけりゃ上品だと思ったら大間違い。おパーティスは入ってますよね。おパーティスって。名称変わったよ。ちょっと言葉作んないでもらっていいですか。すいません。複数形ってことか。でも、普通に、なんかやっぱ寒いじゃないですか。なんかスウェット着た上にとか。あー、何枚か着て。そうです、そうです。だからもう暖房いらず。うん。
かそっか。相沢さんに質問があります。なんだなんだ。萌え様って実は本田さんのこと大好きですよね。ですよね。なんだかんだブログやツイッターの写真に本田さんが多いし。あれ実際のところどうなんでしょうか、聞いてみましょうか。この際なのでただの勘違いだよね。あれ勘違い。今まいちゃんの尻尾がすっごい触れてるんだよ。すごいあのテンション上がってますね。相沢さんはデレツンなんで皆さんにはデレなんですけど、ちょっとさ黙っててくれるかな。こっちのラジオなんだけど。今ね徳さだめ高校編やってんの。さっきからのこっちの方がすいません迷惑かけてすいません。でも違うもん。東雲でも間違ってたしね。ね。それだけ時定めが好きってことなんです。すいません。はい、使ってないですね。うるさいな、ほんと。ちょっと、いや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 。後ろがすいません、ちょっと目かけて。しっかり、お願いしますよ。はい、始まりました。日常のラジオ、下の目研究所編。博士役の近野ひろみです。そして、愛用優子役の本田真理子です。そして拾われてきた猫坂本さん役の白石みのるです。以上この3人で番組を進行していきます。よろしくお願いします。わーい男っぽい。あ今男っぽいだったんですか。あ男っぽい男っぽいだった、うんね、なんとなく流れに乗ってみました。男っぽいラジオを目指します。男っぽいラジオ。男っぽいラジオを目指します。でも、あの、白石さんはすでに男な気がするんです。より男らしく。男らしく行きましょう。男らしく。はい。行くぞ。はい。まずは、普通、おた、の、こ、な。はい。行ってみよう。はい。まあ、なんか日常色は強い一年間でしたね。はい。そうですね。うん。日記を。日ディオ中の歌みたいだったね。それが日ディオみたいなね。はい、はい、なんかそんな感じでしたね。年末ね。生ダメ生ダメ初投稿です。よろしく。毎回ラジオ拝聴させてもらっています。ありがとう。さて皆さんに相談に乗ってもらおうと思います。何。僕はこの前告白されてしまいました。お、いいね。いいよ。いい返事が思いつきません。いいね。なので皆さんにいい返事を考えてもらえたらなと考えました。いい返事って僕の未来がかかっているので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。え、それはさ、これあの、ノーなの、どっち。これなんかメールを来た、いただいて思ったんですけど、うん、これはいい返事が思いつきませんってことは、うん、断るためのいい返事、それともどっち。いやこの感じだと僕の未来がかかってるのでっていうことはいい方なんじゃない。いい方なの。いい方か。多分。いや、わかんないよ。だからその場で、いや、いいのに。なんて？よろしくって。よろしくって、ヤンキーじゃないんだからさ。ダメ。ね、なるほど。告白ですってよ。いいなぁ。いいなぁ。マリコ、好きだよ。好きです。何の人のショートコントだったの今。あ、こう返せっていうことね。あ、そうそうそう。うん。やっぱ、あれだ、まあ、素直に、俺もだよとか言ってあげるのが多分一番。羨ましいやつじゃん。そうそうそう。うん、いや、いいんじゃないですかね。うん。うん、引くって言ってるの、あいつら。嘘。何？俺。逆に、凝った返事をすると、逆に引いちゃうかな。ああ、そうそうね。なんかそうそう君の瞳がやっぱり綺麗だなみたいな臭いこと言うってことですか。ね、それは多分あれだよ。もう70年代のあの映画だよ。え、君の瞳に乾杯的な、あれもっと60年代だけど。そう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 。相沢さん、相沢さんと一緒にどこまでも青い空を見つめていたいな。まあこういうことです。え、ですね。変化球をかますと、逆に相手にですね、何言ってんのこの人って思われる可能性があるので、素直にね。こういう時は素直に、そうそう、俺も好きだよとか、そういう風に言ってあげるのが、一番良いのではないでしょうかと。いいと思う。はい。それに関しては、女性、向こうの、かしましい三人娘もうなずいてるので。かしましい三人娘。ええ、はい、本日のお題は、クリスマスの思い出です。クリスマスの思い出は、去年、誰かから連絡が来ると思って、アップルパイを焼いていたんですが、誰からも連絡が来なくって、寂しくって友達に電話をして、鈴宮春日の消失を女の子と二人で部屋で見ていた。はい、
クリスマスの思い出は、小さい頃、お母さんに、イブに、悪いことをしたんですね、私が。で、怒られて、明日、生ハゲ呼ぶからねって言われて、泣きながら寝た思い出があります。クリスマスの思い出、友達と女の子でわーって集まって、街に繰り出し、イルミネーションのコードに足を引っ掛け、闇のクリスマスに落とし入れた。バッとすいませんでした。電気消した。電気消したすいませんでした。イルミネーションが。いいね、いいね。なんかリア充が、がっかりする感じの。消えろ。明かりとともに。消えてしまえ。そうか。でもほらさ、シーフォン生ハゲがさ、サンタのさ、はい、帽子かぶって出てきたら可愛くない。可愛くないですよ。あれ怖いんですよ、本当に。でも実際体験したことがないからさ、どんだけ怖いかわかんないんだよね。そうですね。そう、秋田の子供はテレビでしか見たことない。そう、みんな信じてますからね、生ハゲ。本当の鬼で、もう本当怖くって。うん、はいよね。なんだろう。あ、もう明日が来なければいいのになんて思いながら。家に来る。家に。家に、田舎のお家とかは家に来ますね。え、いつ来るの？こう言ったら夢が壊れるかもしれないんですけど、行事みたいなのがあって、なんか、何日かとかに生ハゲをこう家に呼ぶみたいな感じのがあったんですよ。うちは、市内だったんで、そういうのなかったんですけど、おばあちゃん家に行った時に、こう、生ハゲが家に入ってきて、うわーみたいな。うわーみたいな。いやーシーポの顔この顔わかったわかったよちっちゃい子みたいな今日ね始まる前シーポがなんかずっとね発情期の猫みたいに泣いて何だったのあれはうちの近所で泣いてる猫そうですあれ全部私ですやめてよ深夜にそう富樫さんがねあの言ってたからねその間に猫になって待ってたんですね何言ってんの富樫さん待ちの時にこうあ本当って怒ってたごめんね待たせてごめん広がりはしなかった広がりはしなかった富樫様はそう私ねクリスマス嫌いなの何が嫌いかって、別にリア充がどうとかじゃなくて、なんかいつもだったら、あ、時間が空いたなって連絡してくれたりする友達が気を使って、連絡来なかったりするじゃない。あ、仕事かもとか、なんか誰かと予定があるかもって。で、普通の日だったらさ、普通に会って遊べんのにさ、そういうのでさ、なんか知らないけど気使って誰からも連絡来なくて結局一人みたいな。確かにちょっと探りますよね。でしょ？今日って空いてないよね、みたいな感じに。そう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 。もう前々から言っときますね、私は。25日空いてるよってコンビニとかにクリスマスだからケーキぐらい食べようかなと思って、ケーキ買いに行ったら大体あれ2個入ってるんですよケーキが。で私一人で買いに行くじゃないですか。ショートケーキってそうだよね。店員さんがスプーンおいくつお付けしますか。え2個です。あそこはちょっと行っちゃう2個で行っちゃう。本当は1個でいいですけど1個だけど幸せなクリスマス。どうしたのどうしたのシーポン。シーポンなんか遠い目をしてるけど。いえ、全然です。そうですね。へぇ。春日みたいになっちゃった。やめてね。ねえ、ナノちゃんバイバイ。帰ってきた。さっきさ、シーポンのさ、キャッチフレーズ、向こうで決め、なんか、これいいんじゃないのそれ言いますかダメダメダメえどうするそれはでも、振り出しだから。いやそれはちょっとまあピーいいですよねあんなに言ったのにピー何でしたっけでもまあとりあえずみんなで日常の本でパンツが見えそうだね見えそうだそう見えないねって話をしててオープニングでみんながわっしょいってやってるとこの絵があったんですよねそのがこれは履いてんのか履いてないのかみたいな話になってまたパンティスパンティス言ってて私が生パンティスとか他パンティスとか他パンティスとか言ってもういいじゃないのもうシモンのキャッチフレーズパンティスでいいんじゃないのみたいなパンティスフルやそうでも私も紙に書いちゃったからもうメモられちゃったおパンティスフルやって書いちゃったからどうでしょう先生えどうでしょうって天使の笑顔からのこの天使の転がり天使の残しではい天使のパンティス意味わかんないじゃ
天使のパンティス飛んでっちゃった。どうでしょう、飛んでっちゃうの、トガイさんのパンティスですよね。違うよ、フライアウェイですよね。あの件は忘れて。いいじゃん、純白おパンティスとか。もう島おパンティス乗るな。